こんにちは、相澤エミリです。1月の後半、コロナの影響が出る前にカタログの撮影でハワイに行きました。すごくいいお天気で最高の撮影をすることができました。今回はこの動画を見ながら仕事のことについて話したいと思います。独学なので間違ってることもあるかもしれませんが、皆様からの質問の多い会社の作り方や大変だったこと、モチベーション維持の方法など私なりの考えを話していきたいと思います。仕事について悩んでいる方のきっかけになってくれたら良いと思います。おはようございます。ハワイ1日目です。今日は5時起きでヘアセットして、今7時です。まだちょっと暗いです。まずはカラカワ通りから撮影してきます。海外の撮影にはカルネという申請をして、お洋服と撮影機材などを輸出してまた輸入するという手続きを取ります。その他にも仕事の撮影にはいろいろな許可が必要です。ネットで申請の方法を調べて申請しました。これが私たちの仕事の方法です。テーマです。キャバ嬢卒業したので実用性のあるよ。あ、これいい、これいい、これいい。あ、良い。あ、漏れた。見て、今の時代わからないことは全部ネットに書いてあるので、まずは何でも検索してできることは全部自分たちで行っています。航空券の手配もホテルも全部ネット経由で、旅行代理店は使いません。ヘアメイクもカメラマンさんも今は全部自分たちで手配しています。現地のコーディネーターさんもネットで探しました。最初は苦労するし思い通りにいかないこともたくさんあるけど、自分たちでやった方がいろいろなことができるようになるので、私はできることはなるべく自分たちでやった方が良いと思っています。アラモアナのヨットハーバーに来ました。このエミリアウィズというアパレルブランドを立ち上げたのは2013年の7月で、 YouTube を見ている方の中には知らない方もいるかもしれませんが、それまでの私はずっとキャバ嬢をしていました。18歳の時は六本木、20歳で歌舞伎町に来て、去年の3月に引退をしました。昔はキャバ嬢しかやったことがなかったので、社長になってもたくさん迷惑をかけてきました。朝起きて会社に行く、挨拶する、名刺を渡すといった普通のこともできないし、キャバ嬢の延長のまま打ち合わせをしていたので、相手の立場や考え方は無視していて、思うようにいかなくてトラブルばかりでした。キャバ嬢の時は出勤して売り上げだけを考えていればよかったんですけど、自分で仕事をするというのは全部自分でやるということです。アパレル会社だったら可愛いお洋服を作って売るということだけじゃなくて、誰を採用するとか、お給料はどうしようとか、掃除はいつやろうとか、意外にみんなが想像している社長の仕事以外の方が多くて、そういった見えない仕事がすごく大変です。夜の撮影に行くので、ちょっと休憩して行きます。行ってきます。ヘアチェンです。
新作のリップと、これすごい自分の好みだった皆さん使ってほしいなと思って、と新色のアイシャドウです。アイシャドウもいっぱい、ちょっとまだ足りなくて持ってきてもらってないんですけど、こんなことありたくさんのご応募お待ちしてます。大量2日目です。デイクデイクです。あ、やっと喋った社長っていうとキラキラしたところばかりで憧れるという人もいるけど、全部自分で決めて全部自分でやる地味な仕事の方が多かったりします。なので大きい小さい関係なく、全国の社長さんってみんな大変なんだろうなと思います。普段から大変なことが多いけど、このコロナの騒動でさらに大変になってると思います。これぐらいの朝日です。透明感がすごい光の。一つ解決するとすぐに次のトラブルがあって、いつも綱渡りしてるみたいです。精神的に休める日なんてほとんどないけど、やっぱりやっていてよかったなって私は思います。それは大変なことを乗り越えるたびに自分が成長してるということに気がついたからです。人生は想像できないことが起こるので、自分のできることを少しずつ増やしていけると、その分だけ対応できる確率も上がると思います。それに会社をやっていると毎日トラブルがあって当たり前なので、私生活のちょっとしたトラブルに全く動じなくなるので、私生活の方がプラスになることが多いかもしれません。2日目の夕方です。お昼寝しておにぎりめっちゃ食べたから元気です。今からダウンタウンで撮影します。ここめっちゃ夕日が綺麗なので毎年撮影します。よくモチベーションの維持について聞かれるのですが、過去の自分と今の自分を比べてみると、今の自分の方が成長していると思うようにすることが大事で、努力を続けてたまに振り返って成長を感じるとまた頑張ろうって思います。
エミリア・ウィズは7年前に3人で立ち上げました。知り合いの会社の空いてるスペースを借りて、そこを倉庫にして自分たちで包装して郵便局の方に電話して配送していました。何ヶ月かして倉庫がいっぱいになったので事務所を借りなきゃいけないけど、個人だとダメだと言われて会社を作りました。少しずつ会社は大きくなってきたけど、トラブルの回数はほとんど変わっていません。毎日のようにいろんなトラブルが起きます。でも今はいちいち動揺しなくなっています。きっと今回も乗り越えることができるかなって思っています。今のコロナ騒動もいつ落ち着くか不安ですが、それが落ち着いた時はもっと成長できるかなと思って今日も頑張りたいと思います。だから皆さんも今日も前を向いて頑張ってほしいと思います。そうすると来年はきっと良い年になるはずです。最後までありがとうございました。今後ともエミリアウィズと私、相澤エミリをよろしくお願いいたします。同じでハワイの撮影3日間終わりました。お疲れ様です。めっちゃ撮影できました。お疲れ様会してきます。お腹ペコ。お疲れ様でした。